グレゴリー・ステフェン・スミスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、バレー保出身のプロバスケットボール選手。大阪エベッサに所属していた。2009年に、カリフォルニア州立大学フレズノコを入学し、2年間で、平均11.6得点7リバウンドを記録した。ところで2011年の NBA ドラフトに、アーリーエントリーした、スミスだったが、ドラフトでは、 どのチームからも指名を受けることができず、さらに2011年は NBA ロックアウトが完工されたこともあり、スミスは8月にメキシコに渡り、ソレスデメヒカリでプロキャリアを開始。そしてロックアウトが解消された12月に帰国し、同月13日にヒューストンロケッツと契約。28日に参加のリオグランデバレーバイパーズに送られ、翌年2月8日に正式に、 ロケッツと契約し、念願の NBA 選手となった。2011から12シーズンは7試合に出場。翌2012から13シーズンは、オメルアーシクの控え役として71試合に出場したものの、2013から14シーズンは、膝の負傷にドワイトハワードの加入で、出番が減少し、2014年4月10日に解雇。4日後にシカゴブルズに拾われたものの、 膝の負傷で不出場に終わった。2014から15シーズンは、ダラス・マーベリックスでプレー2015から16シーズンは、シーズン開幕後も所属チームが決まらなかったが、2016年1月5日に、トロントラプターズ参加のラプターズ905と契約。3月1日に、ミネソタ・ティンバーウルブズと10日間契約を結んだ。2017年8月8日、 大阪へッサと契約したことが発表された。故障のため2018年1月9日に退団。ありがとうございます。